ポケットモンスタースカーレットバイオレットやっていきましょう。竹湯です。はい、ということで本日やっていくのはですね、こちらサダイジャ使っていきたいと思います。サダイジャはね、小さくなるを覚えるポケモンでございまして、まあ私竹湯ね、小さくなる大好物の実況者なんですけれども、このサダイジャね、さらに特製砂隠れで砂状態にすることでめっちゃ回避率が上がると。このね、外役サダイジャ使っていきたいと思います。それではやっていきましょう。マソダさん、対戦よろしくお願いいたします。さあ、こちらのサダイジャですけれども、技構成は、小さくなる身代わりと、あとはあれですね、砂を、起こすのと、あと1個なんですけれども、これがねちょっと悩みどころで、はい、こちらね砂嵐、もう1個砂地獄入れてるんですよね。はい、これね、ちょっと飛行タイプの打点に眼風とか何かしら入れようと思ったんですけれども、ちょっとねサダイジャ自身の火力がなさすぎたんで、もう飛行は捨てましたで、とりあえず小さくなるっていきます。はい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 。まあこっちの方が早いっていうのがかなり有利ですね。さてと、ここで相手がハッサムがトンボで戻っていく、痛い普通に痛いな。うん、でこのサダイジャね、そこそこ防御はあるんですけれども、今ねちょっと特殊のポケモンが強いんで、今回はね努力値ぶりは、特防の方に多く振っております。さて、出てきたのは、慌てんぼうのガブリアスでございます。ガブリアスか。はいはいはい。さてと、ガブリアスなんですけれども、なんでガブリアスにしてきたんだろうな。地面に弱点つけるわけじゃないけど。いやけど、このダメージだったらどうだろうな。やられるかな。まあ、とりあえず小さくなるっていきましょう。さて、相手のガブリアスも身代わり？いや、これは長そうだぞ。これはかなり、長い戦いになる気がする。さあ、とりあえず小さくなってって、いやこれ相手身代わりだったらさ、相手もワンチャン砂隠れ説ないかな。だったら怖いんやけど、まあとりあえず小さくなっていこう。さて、相手が剣の舞を積んでくる。これはちょっと恐怖これはちょっと恐怖ですが、まあまあまあ、相手がねいくら攻撃上げたところで当たらなかったら関係ないんでね。さあ、今日は長いよ。一試合がかなりね、長くなりそうですね。うん、今日は長いぞ。おそらく3試合はできなさそう。さてと、これで小さくなるを3回積んだ状態なんで、ここから一旦身代わりで守っていきましょう。さてと、お相手の自信をしっかりとかわしていく。オッケーオッケーオッケー。で、ここで一旦身代わりを作っておきまして、と、よし、これで身代わり対身獄の、身代わり対身代わり。ちょっと地獄ですね。さてと、ここでさらに砂を起こしていきたいなと思います。さてと、お相手の地震はもちろん当たらない。さあ、ここで砂嵐をしていって、さらに回避率が上がっていく。さあ、これ回避率どれぐらいになるんだろうな。またね、後で計算して、ここら辺にテロップに出しときます。さてと、で、これで食べ残しで回復していって、あとは砂地獄連打ですね。さあ、相手、剣の舞でさらに攻撃上げていく。いや、これ、あれだな、2連続で当たったら致命傷って感じですが。さて、身代わり相手だとね、砂地獄が、追加効果でね、毎ターン8分の1削るっていうのがないんで、それがちょっと辛いかなって感じですね。さあ、もちろん、ガブリアス、身代わりが外れない。いや、きついな、これ。うん、相手のね、身代わり外れたところに砂地獄当ててしまえば、もうこっちの勝ちなんですけれども。さてと、相手が自身をしっかりと外していく。これ、長いぞ。さて、これ、どうするんだ？え、相手のガブリアスに当たらなかった？あー、びっくりした。あれか、相手のガブリアスが砂隠れなのかと思った。普通にやれたら命中が85なんでね、そんな時もあります。さあ、お互いに技が当たらない。さあ、砂地獄。さてと、これで当てていって、身代わり2回で外れたりするんかな？外れなかったらめんどくさいな。オッケーオッケーオッケー。とりあえず2回では壊れるようですね。まあ、ただお相手おそらく次もまた身代わりしてくるんですよね。なんで結局変わらない結局変わらないですが、まあちょっとずつ相手の HP 削っていけば、最悪これ、本当に最悪なんですけど、この対面のまま TOD すれば、こっちは食べ残しで回復してるんで、まあね、なんとか相手に勝てるっていう、そういう展開もあるんじゃないでしょうか。
さてと、ここからちょっとね、めっちゃ長くなると思うんで、ここからちょっとね、展開あるまで、ちょっと倍速なりで、カットしていきたいと思います。さてと、ようやく地震が当たっていった。ようやく地震が当たっていきましたけれども、まあね、これで次身代わり張るんで、これでこの身代わり張るターンに相手がさらに2連続で地震当ててきたらね、またわからないですけれども、これで、はい、負けますけれども、あー危ない、逃げるんじゃなかった。さあ、これで身代わり張っていって、ここ当たらなければ大丈夫。さてと、しっかりとかわしていく。さあ、ここからさらに続きます。さてと、さあ倒す直前にね、ちょっと攻撃当てられたんで、HP そこそこってこともないか、多少減ったんですが、とりあえずやっとガブリアス突破しました。今でね、だいたい10分ぐらい経ってます。だいたい10分ぐらいね、睨み合いをしておりましたが、とりあえずガブリアスを突破と、いうことでね、いやーやっとだ。さてと、お相手あとハッサムともう一体なんですけれども、何が出てくるんだろうな。さ、出てきたのは、ウルガモス。はい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 。ウルガモスなら全然いいですね。ウルガモスなら全然ちゃんと技当たるんで。さてと、ここは砂地獄でいいでしょう。さ、相手もウルガモス。やばいなこれ。ウルガモスも身代わり型でした、皆さん。はい。地獄だなこれ。砂地獄。これが本当の地獄ってか。さあ、ここからね、さらに、おそらくまた同じ展開が、続くと思うんで、またしても皆さん、また、後でお会いしましょう。さて、コウさんが選ばれました。さあ、ではね、さすがに2戦目行きましょう。さて、それではやっていきましょう。今回サダイジャがきついのは、いないか。強いて言うならちょっと毒々にされたら怖いっていう、それぐらいですかね。まあなんで、それでやっていきましょう。プリウスさん、対戦よろしくお願いします。さてね、珍しいですよね。ベトベトンね、自分以外の人が使ってることをめったに見ないんですけれども。さあ、お相手初手ガブリアス。これね、相手のベトベトンが、私のね、昔紹介した小さくなるの害悪型だったらまたね、大変なことになりますね。まあ、ここはとりあえず小さくなるでいきたいと思います。さて、まず相手の地震ですね。まあ、普通に攻撃してきたか。めっちゃ痛い。めっちゃ痛い。さすがのガブリアスですね。攻撃力がめっちゃある。まあ、でもとりあえず小さくなる一回いけて、で、ここでもう一回当たらないときついですね。まあ、どちらにしろもう一回当たらないときついんですけれども、まあ、大丈夫でしょう。うわー、負けました。さて、それではやっていきましょう。今回はですね、サダイジャの苦手な飛行とかもいませんし、必中技もいないんで、初手サダイジャでじゃんじゃん刺さっていくんじゃないかなと思うんで、まあね、しっかりと倒していきたいと思います。エリーさん、対戦よろしくお願いいたします。ではやってまいりましょう。3戦目いきましょう。さてと、お相手の、まず1体目はオリーバー。オリーバーって結構初手から当ててくること多いですよね。さあ、まず最初なんですが、お相手の宿り木が厄介なんで、これ、身代わりから入るとかでもいいかな。オリーバーって結構攻撃するというよりかは、なんかいろんな変化技使うイメージあるんで、先にね、ちょっと身代わりでいろいろと変化技防いでおこうかなと思います。で、ここで相手が、全然攻撃してきた。いや、全然攻撃してくるのね。オッケーオッケーオッケー。そのタイプか。おいしょ、はい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 。まあ、じゃあ、身代わりじゃなくていいのか。じゃ、とりあえず、テラスタル切っちゃうか。あんまりね、テラスタル切るようなタイプじゃないんですけれども、もし、テラスタル切っちゃいましょう。そういうタイプか。全然切っちゃおう、切っちゃおう。よいしょ。さーて、小さくなっていきますか。鋼テラス。あ、鋼テラス結構優秀ですよね。毒にならないし、砂のダメージも受けないし。で、あとはまあまあまあ半減がシンプルに多いんで、
あとはね、岩テラスとかでもいいかなと思いますね。エナジーボールとかはきついですけど、うん、岩テラスとかにすれば、あの砂の状態の時の特防が 1.5 倍になるので、それもね、いいのかなと思います。さてと、もう一回小さくなるっていきましょう。さあ、お相手オリーバーを引っ込めてくる。はいはいはい。まあ、引っ込めてくるなら、これはね、一旦小さくなるもらったと言っても過言ではないんで、ルガルガン登場してくる。ルガルガンか。はいはいはい。さてと、まあ、気にせずに小さくなる積んでいきましょう。はい。しっかりと食べ残しね、回復していって、ほぼほぼ HP 満タンか。さあ、小さくなるの3回目。相手のインファイトはしっかりとかわしていく。オッケーオッケーオッケー。まあ、さすがにインファイトをやられても一旦でね、耐えるような耐久ではないんで大丈夫ですね。さあ、小さくなるを3回詰めたところで、ここからね、身代わり張って、で、身代わりあるターンに余裕のあるターンに砂嵐。そんな感じですね。さあ、相手のインファイトを透かしていく。オッケー。完璧。で、身代わり。いや、素晴らしい。いいコンボが今回は決まりそうですね。やっぱりね、これ何千回やってみて分かったんですけど、ちゃんとね、サダイジャが通るパーティーか通らないパーティーかっていうのを、この選択画面でね、ちゃんと考えとくことが大事ですね。さあ、コウさんが選ばれました。ということで、対戦ありがとうございました。はい、ということで本日はこのサダイジャ使ってみたんですけれども、まあ、率直な感想としては、あまり安定しないかな。はい、いろいろね、やってみたんですけど、そもそも、ちょっと耐久に物足りなくて、あんまりね、ちゃんと小さくなる積み切ることが少ないっていうのと、あとはね、シンプルに火力がなくて、相手の技をかわすのはいいけど、こっちが相手にね、ダメージをあんまり与えれないっていうのがあって、なかなかね、長期化することが多かったですね。それがまた問題点かなって思いますけれども、まあね、ちゃんと相手のパーティー見極めたらめっちゃ刺さるとき刺さるんで、まあまあまあ、これはね、パーティーに入れておいて、お、これはいけるんじゃないかっていうところで、刺すとね、めっちゃ刺さるんじゃないかなと思うんで、皆様よければね、外役サダイジャ使ってみてください。それではご視聴ありがとうございました。